の違和感とかそういうのがもしある人で出てきた人っていうのは、まあ担当コースに俺は行ってもらって考慮する。この辺は我慢してください。はい、はい、おっしゃー、おい、おっしゃまあ、なんていうんですかね、今までは野手だけでしたけど、ピッチャーの方にも、まあ、チーム全体を見なきゃいけないんで、まあ、そういうとこですかね、はい、今日も選手とか、コーチとかとか、いろんな方とのコミュニケーションを多く取っていたなというような印象があったんですけど、はい、そうですね、今までなかなかピッチャーの方まで自分の気が回らないところはあったので。まあ、知らないところも多々あるんで、ピッチャーの方は特に、話させてもらってます、はい。まあ、あんまり変わらないっていうか、現状まだ変わってないですね。いつもやっぱり真剣に選手を観察するっていうのはずっと心がけてきたことなんで、まあ、何かヘッドになったから何か変わるっていうのは今のところはまだ、はい、まあ、よろしくお願いしますと、はい、まあ、お互いにですね、はい。やっぱりコミュニケーションをしっかりとって、まあ、家族のようなチームになりたいっていうのが監督の要望でもあるんで、まあ、そういうチームになれるように、まあ、自分の持ってる力でしっかり監督を支えたいなと思います、はい。まあ、今はいろんな話をしながら監督がやりたい野球っていうのを自分の中で理解しようとしている最中なんで、まあ、まだまだこれからもっともっとこう会話が必要だなと、はい、詰めていく部分はいっぱいあるなっていう感じはしてますね、はい。やっぱりイーグルス僕は大好きなんで、うん、みんなが笑えるようなそんな感じになってほしいんで、やっぱりそれは勝つことを一番だと思うんですけど、それ以外の部分でもしっかり球団に、球団がこう皆さんに認めてもらえるようなそんなこうチームになったらいいなっていうのがずっと思ってることなんで、まあ、なんとかそれが形になれるように頑張ります、はい。まあ、監督の野球、監督のチームなんで、監督の野球をしっかり、まあ、コーチ、選手に下ろせるように、まあ、その間をしっかり取り持って、まあ、橋渡し的な存在になれたらいいなと思います、はい。登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。